通の女の子のところに空から不思議なチケットが降ってきました。見たことないチケット、行き先は不思議な国、私の王子様を探しに行こう。危うく私をあなたの元まで誘って、夢白馬でもロバでもいいから乗ってさっさと出てこいよ。ら、お呼びですか、フォカル。お呼びじゃねえんだよ。背が高くてソフトマッチョで年収100億でニア付きプール付き一戸建て持ってるイケメン、格好してんだろ。どこにいらっしゃいますか、そこに潜んで隠れているのでしょう。俺か。近う私に近づこうなんて100年早い。僕から近う、わしかの近う、待ちなされ。元の世界に戻るにはわしにツンデレ風にお願いしなければならないのじゃ。ああ、何その設定、しゃあねえな。別に元の世界に帰りたくなんかないんだからね。来んじゃねえよ。